買う。ここ何？いらっしゃい。でリールも、水深がね40メーター前後が多いんで、ハイギアからパワーギアに変えてます。どうしてもハイギアで速く巻いて誘うのも大事なんですけど、その速さに反応しない場合は、魚がね、空レンジがすごい狭いって判断をするんで、その場合はやっぱり少し巻き量としてあげた方が何回かその空棚を刻んでいくんですよね。1回転1回転が短くなるんで、そのために、パワーギアに変えてます。もしくはスナッパーとかって結構こう縦に動く軌道のものをすごい好む性質もあったりするんで、フォールじゃなくてちょっとこういう連続的な竿を曲げっぱなしの巻きとかで、上げ上げのアクションで反応しないかなっていうのも試そうと思って。スナッパーってね、こっちのスナッパーはちょっとはっきり分かんないんですけど、あまりこう遊泳力に優れていない魚が種類が多いんで、ちょっと食わせやすくしてあげる。速度とかで食わすんではなくて、よりナチュラルな方向の動きで食わしてあげるのに、竿を柔らかくしてナチュラルに、でリールの巻き量も落としてあげて、よりこうふわふわナチュラルに動くようにセッティングしてます。で糸は 1.25 B1.25 MX4 これも使ってます。こういうアクションでね、でっかい魚からドーンって乗るんで、浮いてる魚とかにはすごいね強かったするんですよね。